小猿正也は、東京都江戸川区出身で、老いて風部屋所属の現役大相撲力士。本名は、岩崎正也。身長 174cm、体重 120kg、血液型は A 型。最高位は、西前頭2枚目。木瀬部屋所属の秀の海は実刑。幕内。 秀の海の実の弟であり、相撲を始めたのも江戸川区立城七色小学校一年生だった頃に兄が通っていた地元の相撲道場へついて行ったことがきっかけであった。兄が小松流道場から葛飾白鳥相撲教室へ移籍した際には自身も同行して一緒に移籍した。この頃は相撲以外にもサッカーや水泳、野球に親しみ将来は プロ野球選手になることを志していた。しかし、葛飾区立大道中学校へ進学すると相撲と野球の両立ができなくなったため、野球を諦めて相撲一筋となった。野球を諦めたのは道場の稽古が厳しくて、野球に専念したいとは言い切れなかった末の結果であった。中学校3年時に出場した全国中学校相撲選手権大会で、 団体優勝したことにより、団体戦の楽しさに目覚め、高校は埼玉県の埼玉栄高校へ進学した。高校の同期には北斗富士がいる。2年次には全国高等学校総合体育、大会相撲競技大会の団体優勝に貢献するなどの活躍を見せたが、3年時の同大会では団体優勝をできなかった。高校生時代には、 将来の進路として保育士を志したこともあったが、相撲の道を選んで、日本大学経済学部経済学科に進学し、相撲部に入った。やはり中学で野球を諦めた時と同様に本心を言い切れなかったため、保育士の夢を諦めることとなってしまった。大学の同期には大奄美がおり、一年時に出場した東日本学生相撲新人選手権大会では、 坂本と決勝戦で対決して敗れて、準優勝となった。同じ年の東日本学生相撲個人、体重別選手権、大会100キロ未満級で、初タイトルを獲得し、2年時には、全日本相撲選手権大会で16強入りなど、実績を積み上げた。3年生で、レギュラーの座をつかむと、東日本学生相撲選手権大会で、団体優勝するなど、 団体戦のタイトルも獲得したが、右足首を骨折して1年間相撲が取れなくなる。4年時には、相撲部の副賞となって、団体戦レギュラーの座にも復帰したが、満足できる実績は残せなかったことで、大相撲入りを決意した。大相撲入りにあたっては、すでに兄の秀の海は、木瀬部屋に入門して重両まで上がっていたが、兄と同じだと甘えが出ると、あえて兄とは別の部屋を選び、 大学相撲部の2年先輩である遠藤が所属する、置いて風部屋へ入門し、2015年1月場所で初土俵を踏んだ。この場所の前相撲は、同期生で、立命館大学出身の大本と重量経験者の、希少富士に敗れて3勝2敗だった。同年、3月場所で序の口に上がると、4場所連続の6勝1敗で11月場所には、早くも、幕下へ昇進した。 幕下昇進後も負け越し知らずで番付を上げて、2016年11月場所では、関取目前の東幕下3枚目まで上がったが、2勝1敗から4連敗を喫して、自身初の負け越しに終わった。2017年4月12日の春、巡業横須賀場所では網二式に稽古付けられる場面が伝えられた。同年。 5月場所では、西幕下2枚目で6勝1敗の好成績を残し、7番相撲で、敗れたため幕下優勝は逃したが、場所後の番付編成会議で7月場所での新十両昇進が決定し、昇進に合わせて、小猿へと改名する予定であることが発表された。これにより、兄の秀の海と共に、史上18組目の兄弟関取となる。また、 別々の部屋に入門した兄弟による兄弟同時席取りは史上3組目の事例である。重量昇進以降名乗る小猿の仕込めの由来は自身が猿年生まれで自らの動きを猿みたいと見ていることから、重量昇進時に軽量でも一度当たった上でスピードを生かした引きや稲しで相手を崩す相撲を目指していることが伝えられた。 ショーサ猿は他の力士が真似できない早い相撲を取りたいと意気込んだ。日大の先輩である石浦との小評対決を夢見ていることも同時に明かしている。しかし、新十両の場所は西十両十四枚目で六勝九敗と負け越してしまい壁に跳ね返された。なお、この場所初日の十両土俵入りでは所作を終え土俵を回り土俵下に降り入る場所を間違えてしまった。 9月場所は幕下に逆戻りであったが、8月6日の夏、巡業長岡場所では朝稽古から、豊山や朝の山、極大生、東ず竜と熱心に稽古を続けていた。小兵で持ち味の動きの良さを生かし、長身の東ず竜の下に潜るなど色々な形を試していた。9月場所は東幕下2枚目で5勝2敗の好成績を残した。 普段であれば、場所後の関取復帰は、確実に近い成績だったが、この場所は重量から幕下に落ちる星の利益氏が二人しかいなかったこと、東幕下碑等で4勝3敗の高源氏と、東幕下3枚目で6勝1敗の増野将が、地位と星取りの関係上優先して、昇進となったことから、場所後の昇進を阻まれる不運に見舞われた。続く11月場所は、 西幕下非党の地位で迎えた。3勝3敗で迎えた7番相撲で、この場所2度目となる重量の土俵に上がり、矢後相手に立ち合いで桁たぐりを仕掛けたものの不発に終わって敗れ、3勝4敗として、最重量とはならなかった。2018年は西幕下3枚目で迎えた。この場所は4勝3敗の成績だったが、重量からの陥楽者が多かったため、 場所後の番付編成会議で3月場所での重量復帰が決まった。最重量からは2場所続けて7勝8敗と負け越したが番付運に恵まれてこの間わずかに半枚しか番付が落ちなかった。7月場所では9勝6敗と4場所目にして重量で初めての勝ち越しを経験した。2020年9月場所に新入幕。11代。 おいて風の部屋創設後のおいて風部屋としては、兄弟子の剣将以来、1年ぶり10人目の幕内力士となった。また、学生相撲出身者としては100人目の幕内力士となった。新入幕の際のオンライン会見では、楽しい相撲を見せる。相手を翻弄して、速い相撲を、トリッキーな相撲を見せたいと、にこやかに語った。この場所は、 初日から4連勝するなど、序盤から白星を積み上げた結果、6日目に、全勝力士が消滅したことで優勝争いの、先頭にいっぱいで並ぶことになった。中日に敗れて2敗に交代するも、他の1敗力士が全員敗れたため優勝争いの、トップに並び続けた。14日目には、新入幕ながら、結びで3敗の大関、高継勝戦が組まれて敗れて、 優勝争いのトップから脱落。先週落はただ一人二敗の関分け、正代戦となり、勝てば12勝3敗で優勝決定戦に進出することができたが、本、割で敗れて優勝決定戦に進出することはできなかった。しかし、11勝4敗の成績が評価されて、関東賞を受賞した。西前と4枚目で迎えた11月場所では、 上位力士相手に苦戦を強いられたが、9日目には、全勝の大関、高啓勝を破る活躍を見せた。12日目に、負け越しが決まった後も、元大関の高安を蹴返しで破る見せ場を作った。最終的には6勝9敗で場所を終えた。2021年3月場所では、連敗スタートとなるも、11日目に新入幕以来の、勝ち越しを決めた。その後、 再び連敗したこともあり、優勝争いからは脱落するも、14日目には3敗で、優勝争いのトップに立つ小結び、高安を激戦の末、首ひねりで破る活躍を見せた。先週楽も勝利し、この場所は10勝5敗で終えた。2021年5月場所終了現在。ありがとうございます。